がいい、結構やり込んでるような感じはあったんで、すがこれから伸びていくと思いますね。さあお互いキャラを選んでいくところになります。いやー、コメントの面白いこと書いてあるな。さあお互いメンバーが決まって、さあ店長は10カウント動けません。さあ今日はね、スタン攻撃、まあ、もう高いので、攻撃力もあるので、さあ10カウント動けるかどうか。あーっと、しかしここはちょうどスタンして、さあ店長2人目はレオナ。さあまずは闇払いで牽制していく。さあ奈落が刺さって ES ことづきで置き攻め。さあここは読んでいた、出して、さあ体力が6割ほど減っていく。ここは投げて、さあここは画面端傾いくのが店長、しかし前転に逃げる。さあムーンスラッシャーが刺さって、さあ EX 用に焼き対空で切り返していく。さあ店長は小足で 2B でさあ固めに行くところ、さあ刺さって、さあ初見さんの強が2人抜き、3人目が強、あ、剣数。さあ EX 長球弾、これにはさすがに反応できなかった。さあここは EX 鬼焼きで切り返していく。あーっと、郵送機器が深みに刺さってしまった。さあ EX 鬼焼きで、あ、鬼焼きで暴れを読んでいたか店長、ここはガード。さあ固めて点数。さあここはしっかり EX 鬼焼きで切り返していく。さあ店長はちょっと辛いか、この体力差で勝ったとしても、後ろに控えているのはキムと空手。さあ鬼焼きで切り返す、うまいですね。さあ EX 入学祭から読んで、さあうわー、しかし EX75 式、おっとお互い EX、 さあ先に出していた件数の長球弾が当たって、さあ2人目キム、しかし体力が 2割、対するキムは満タン、うかつに。さあしかし店長、ここは遠距離でゲージを貯めていく。さあどうす、ここは絶対に動かずガードに徹する。さあ 2B が刺さるもコンボにはいけず、さあ長球弾がカウンターヒット、下が比叡山をかわして EX 三月弾。さあ一発当たれば勝てるが、一発が遠いか。さあ EX 長球、おっと長球弾 EX 三月弾でかわして、勝ったのは初見さんになります。はい、次がおたけさんとガリさんになりますね。はい、こうまばらに丸がついてますね。モンテさんだけか、まあ、だから。はい、じゃあ次は、おたけ、ガリ。はい、おたけくんは10カウント動けないんで、ガリさん10カウントフリータイムです。ダウンを奪わずに急いで殺すとなると誰が早いんでしょうね。はい、空手とか超早いんじゃないですか、ジャンプキャンセルしながらひたすら。
ジャンプ攻撃強攻撃ジャンプ攻撃強攻撃とかってるわ。ああ、そっか、空中受け身飛ばせばいいのか。はい、動ける。さあ、ギリ助かった。さあ、しかし削れた。しゃーらー、削りでも入るんだ。さあ、チャライ対決。よし、カウンター出なかった。パラしてきた。さあ、裏に待って、昇竜打ち込んだところに投げ、裏に回らない。さあ、今日は攻めていく。ドライブキャンセル。バックスに刺さった。さあ、ジャンプ打ってもしか当たっていない、謎の判定。さあ、まさかのワンインチタイク。投げてまだ残る。かわして75式回。さあ、ディオロン登場。さあ、めくりの奈落が強い。ダウン取ってめくり、相打ちからもつれたところ、またもう今日が攻めててる。さあ、ディオロン、おっと当たらないのか。さあ、ここは受け身狙いだが受け身取らない。フォトスキが減るんです。さあ、大将戦。まあ、シェーンはフリーでたいけど、西アバイかなり強いですからね。まあ、完全に様子見ないで言うと危ないですが、適当な刻みと攻めにはだいたいしゃがみ C で割れます。さあ、大将戦。ゆりよりはガーキャン。さあ、触り合い、お互いチャンスを伺っている。さあ、入った、空振る。ガーキャン無敵。おっと、あ、向こうこっちも失敗。前指が出なかったか。当たった。さあ、ガオされてもドライブキャンセルかかるので、割と必殺はとりあえず打ち放題があるが、投げれない。ゲージはある、お互いゲージはあるが、潰していいっぱい。あっ、ガオの強力でない。さあ、どうなる。さあ、お互いパラせなかった、我慢したが、勝ったのはさあ、おたけキング強より。はい、次行きましょう。望月モンテ。あ、ちなみに望月君10フリーカウント15カウントです。あったです、15初期なんでね。あ、とりあえず始めてやってください。はい、15カウントフリーです。わかんなかったら画面足に追い込んで、ひたすらジャンプ攻撃ジャンプ攻撃ジャンプ攻撃って言ってないです。
さあ15、まあまあいいんじゃないですか。はいはい、まあ、ひたすらジャンプ攻撃やればいいんじゃないですか。はい、もう始まりますよ。はい、時間がどんどん減ってくる。とりあえず殴らないと。45まで動けません。さあ4カウント残っています。56まで4カウント残ってるんでね。56、行動かな。炎山72でやっぱさすがに長いか。結構試合が長いですね、やっぱね。半月山めくり、さあなんか漏れた。さあ結構頑張った。さあ次は地方。さああとは勝ってる人間をある程度やりつつ、モッチは多分これを負けるともう優勝は無理ですね。ショージャンプはね、レバーちょんと入れるか、入れた瞬間に後ろに戻すか、どっちかやりやすい方で。さあ大将テリー、さあまだ2キャラ分いるのでウォッチにもチャンスある。はい、でない勝利。ことづき感覚攻めたどる。西井破れ、ここはガンされた。さあラウンドっていうか最終ラウンドですね。ファイナルラウンド、あまりテリーの体力が減らせなかった。さあバックステから半月山狙っていく。さあネイチャーいかがか、暴れていく。さあキムのターンが来ない。ブラック、さあ押し切った。勝ったのはモンテ。はい、じゃああとはある程度勝ってる人、モンテさんの試合いかがやるか。はい、モンテさんが負けないことにはこのまま終わりですからね。はい、じゃあモンテさんと俺か、まずモンテさん3連戦しますかね。はい、じゃあちょっとお願いします。さあ優勝が決まったら終わる大会そうですね、試合すればするほどこう課金っていうものが発生するので、つまりさあ逆に言うとここでモンテさんが負けると終わらないマラソンが始まる。さあこのまま長山、大竹、ガリという3人が順々にモンテさんに挑む。モンテ組手切れの話ですね。さあ今回は長山さんもモンテさんも上級者同士なのでハンディキャップはなし。さあ先方サイキと先方ロバート、開幕編友人客当てていくのはロバート側。さあ体力状況はロバートが有利だが、飛び通したのはロバートで、ロバート固めてしかし取らず、さあエンジン渡る。
ケイン、龍神逆に弾当たるが、さあ今度は弾を避けてくる 2D 龍神剣弾当たって EX 昇竜吹っ飛ばして投げて、あ残り30カウント、コマ投げ通していって、まず先方を取っていくのはモンテさんのロバド、あそれで時報出てくるのはレオナ、さあ流撃機見てから V ストラしっかり合わせていって、さあしっかり突っ込んでいたところに昇竜拳合わせて、さあ今度突進に流撃機当たって、さあキック空振ったところに V ストラ当てていく、体力状況はレオナがガン有利、さあ 2B 当てて割りかし少ない被害でロバーと落としていくのは長山レオナ、中堅中堅レオナキム、さあ D がちょっと出た後に 2B が刺さって、さあ飛燕脚が当たって切り返されたものの、さあ飛燕脚空振ったがカンカンなし、さあ吹っ飛ばし当たってキムのセットプレイだが、ムーンスラッシュ当たってイエリングボクダム当たる、 2D ダウン取って体力にはどんどん縮まっていく、体力状況5分程度、今度は絡むところに角腕入れていく、さあムーンスラッシュアナドドライブキャンセル出なかったので、ここでコンボは途切れて、さあ X スラッシャーエンディガーキャン絡むって、さあネイリチャギから SE からのゼロ式砲撃、ゼロ距離だかかと、さあゲージを全部吐いてでもレオナをとりあえず殺して、最近大将引きずり出すのはモンテさんのキム、ケンスの EX 昇竜で無傷のままキムを落としていく、大将大将状況的にほぼ互角、さあ下座絡むところに小足が刺さりそうだったがそれ刺さらず、さあややディレイをかけた連撃は当たらず、まあ、留学祭がドライブキャンセルかかってしまって、さあ飛び通って小足小足から下座を当てて初級弾、初級弾、さあ空中攻撃当たって、さあ留学祭とエンジニアが3対1と EX 留学祭、壊し壊しから連撃決めて画面端、さあ体力リードは点数側だがドライブゲージはある、ガチャンで離して、さあ潜在バスタブルして飛び道具止めて、さあ分かんなくなってきた、テリーがもう慎重に隠れたが、さあめくって連撃ヒット、さあ長山さんが早速止めていく、ちょっと分かんなくなったかな、まだモンテさんをもうちょいというか、はい、じゃあモンテ、あこれここっすね、じゃあモンテさんと大竹、大竹くん、はい、モンテさんがまあああこのまま2連勝するかどうか、はい、今のところまだみんな、手風に手風にはついてないか、まだ、望月さん以外は いっぱいしかしてないのでまだ分かんないですね、まだ偏りがない、まずはモンテさんを3連勝していたモンテさんを進めていきましょう、いっぱいがついたので残りの試合がどうなるか、さあ大竹君は中級です、10カウントフリー、かわそう、さあしかしやっぱり、あ、いっちゃー残念、
1カウントワンチャンありそうだったか。さあしかし押し込んでいく、たまらず EX 半月さん、あっ半月さん、前転回避、オリジナルキック、ベラスカー飛び越えていく、追いかけた、くぐってつながんない、出し切ってしまった、フォローしっかり、仮に逆に釣る形になった、ベノムスタイカー鬱陶しい、ゲージを吐いて触ってこかして置き攻め、ベノムスタイク発進、追い詰められて食らってしまった、何を抜く、さあ吹っ飛ばし中断、しかしこれでようやく中堅戦、開幕の奇襲、しかし追撃入らず、まだ休め、吹っ飛ばし守り人、攻撃を潰し、さあキム側これきつい、さあ大将テリー登場、さあ大竹くん側にゲージもキャラも体力もドライブゲージも全てある、さあ投げてライジング、めくりには弱いんです、失敗した、いいクショルテリガー、さあ勝ったのはおたけテリー、おたけ、おたけていいじゃないおたけ今日、はい、これでモンタさんが一気に危なくなった、はい、じゃあどうしようかな、誰からでもいいんだね、じゃあ俺とおたけくんやってるかも、やってる、じゃあやってんのか、でもここ3人もやってんだな、もん、どうしよう、もうちょっと最後でいいか、じゃあ2勝してるから、じゃあオタキングそのまま行こうか、D って誰だ、お、いた、初見さんと中級同士、はい、これでどっちかに丸がついてどっちかに罰がつくんで、限られてきますね、今のところ、1回だけ負けてるのが手風に、初見、長山、おたけ、ガリなんですが、ハンデなしです。まああとガリさんがどういう感じになるかかな、鍵は。はい、ここら辺の4人が優勝争いしてて、ガリさんが誰かに勝つか否かみたいな。さあ現在一番試合数をしているモンテさんが3勝2敗、おたけ君が2勝1敗、初見さんが1勝1敗の状態、これで片方にまた2敗がつくので勝った側にの連戦をしている形ですね、ベノムスタイク、さあ EX で切り返していく、さあと何かトラップシュートが出てしまった、ベノムストライク、ミスルガッ、もつれにもつれて、アンゲツさん
吹っ飛ばし振りましてめくり、奈落は強い。処理効かしい強対決と、投げてめくれないがそのまま行く、めくりが当たるがコンボに行けない、切り替え成功。さあ橋ダッシュが出ない、 DX じったところで飛んできて飛び網手から落としますと、さあ大将先に出すのはおたけ、通常のイオリ、通称爪イオリ、対空めくりがあって前転昇竜、好きに触らせない、これは痛い、ゲージを吐いていく、コマ投げ終わってしまう。さあ勝ったのは初見、さあこれでおたけくんにも2敗がついた。じゃあ一番優勝に近いのが今のところ初見さんなんで、初見さんの試合考えていきましょう。初見狩り対決、はい、俺も2勝1敗なんですが、初見さんと直接対決負けてるんで、どちらにせよ初見さんがどっかで負けない限りはこのまま優勝です。